クリスタルを求めてイングランドへと渡ったディーボーイはラダムジに侵された大聖堂でゴダードことテッカマンアックスと遭遇した。アックスのクリスタルを無傷で手に入れるにはボルテッカは使えない。そんな不利な状況のもと、ついにかつての仲間アックスとの戦いの火蓋は切って落とされた。今度こそ最後だブレード、さらばだブレード。それまでだ。何？チャーリアン！やるな！そんなネバネバぐらい何とかしなさいよ。できるんならとっくにしてるぜ。くそ、この腕さえ抜ければ。ほう、少しは腕を上げたな高野坊。こいつは力勝負でも結構楽しめそうだ。さて、力、技、癖、そして性格まで何もかも知り尽くしたわしと高野坊がどう戦うか。アックス、はじめ。それまで。今日は高野坊の勝ちだな。チェ、この怪我さえなければね。残念だったな。でもこの次がある。いい蹴りだったぞシンヤ。兄さんこそいい聖剣好きだったよ。互いに褒め合いか。まだまだ。いい勝負だったぞ高野坊。うん、怪我を気にして手を抜けば傷つくのは深夜だからね。あいつはそういうやつだから。分かってたさ、高野坊が意識して深夜坊の右腕を攻めてたことぐらい。あれでよかったんだ、思い切りやってもらって深夜坊も喜んでるさ。ゴダード、でもこのことは深夜には内緒だよ。わかっとる。惜しい惜しい、もう少しで命中だったのにな。だがこの次はそのどてっぱらにしっかり打ち込んでくれるぞ。見当たりませんぜ。軍曹、ブレードがこの辺りにいるって情報、ガセじゃないんですか？助かったぜ、ノアル。何よ、二人とも男でしょ、立ちなさいよ。
大丈夫か、ノアル。なんとか生きてるぜ。やってくれてるじゃないの。今までの分もまとめて一気に行くぜ、ノアル。俺のセリフを取りやがって。ボルテッカさえ使えれば死ねえ、ブレード。3対1となればこの勝負どっちに転ぶかわからねえぜ。同じ手を何度も食うかよ。おい、小賢しい真似をしおって。何、投資引かなくたと思う。逃げろ、逃げるんだ。何をする気だ。消え失せろ。ノアル、バルザック。生きてはいるが動けねえぜ。あいつ、あんな飛び道具を。ブレードを始末するには邪魔が多すぎる。ここは一つお前に頼むか。何？何よあれ。ディボーイ、ディボーイ、ディボーイ。ブレードを引き払うつもりか。くそ、玉切れかよ。ついてねえな。北東5キロ地点にボルデッカ級の放熱現象あり。戦闘が行われている模様、間違いありません。テッカマンです。どうやらやっと坊やを見つけたらしいな。急ぐぞ野郎ども。了解。ディボーイ、ディボーイ。ラダムジュ特製コロセウムってやつ。これでやっとサシで勝負がつけられる。今度こそあの世へ送ってやるぞ。エビオ、お前たちを一人残らずこの手で葬り去るまで俺は死なん。ならばなおさら死んでもらわにゃならんな。深夜坊を守るのはわしの役目。そう、そしてそれが昔の高屋坊の願いでもあったな。アルゴス号の出発前、宇宙へ出て、もし深夜坊に何かが起きたら、その時は頼む。そうわしに頼んだのは高屋坊。お前じゃなかったかな。あの時とは全てが変わった。何も変わっちゃいない。わしがアックスになり、深夜坊がエビリ様になっただけのこと。何？そして深夜を傷つけようとする奴をわしが始末することにも変わりはない。たとえ相手が高屋坊、お前でもな。この様子じゃ3日は寝てないようだな。無理もないか。ブレードのパワーアップにラダムの研究、あんたにはまだやらなきゃならんことが山のようにあるからな。すまない。はあ、まったくどこもかしこも大忙しだ。本田さん、ブルーア
アーサー、ブースターの反動吸収装置と冷却ユニットがうまく作動しません。至急来てもらいたいのですが。あ、それから、わかったわかった、ブースターユニットのデータバンクをトレースしておけ。すぐそっちへ行く。一息入れる暇もなしか。バナード軍曹、ディボイを頼む。なぜボルテッカを使わん。ボルテッカを撃てない高野坊を相手に飛び道具を使っては元師匠の保険に関わる。ゴッダード心配せんでもお前などこいつで十分。まっすぐ地獄へ叩き込んでやる。攻撃だブレード、惜しいな。それだけの腕を持ちながらどうしてもラダムに戻る気はないのか。たとえ地球最後の人間になろうともラダムになどなるものか。毛嫌いされたものだな。だがラダムも人間も宇宙が作った存在、生きる権利に差などない。ラダムが人間を滅ぼすのも、人間が生きるために獣を殺すのも同じこと、自然の営みなのだ。何？ラダムが選んだのがたまたま地球だっただけのこと。ラダムに侵略されるのは宇宙が定めた運命だったのよ。俺がお前や深夜と戦うのもただの運命だと。そういうことになるな。それが俺の地球の運命なら、俺がこの手で打ち砕く。うわー、手も足も出ないってのはこういうことを言うのかよ。くそ、もう早くしないと。こんな閉鎖空間で敵のボルテッカーを受けたらブレードだってひとたまりもないわよ。変身リミットだって迫ってるわ。分かっちゃいるが、どうしようもないな。手をこまねえて見てるしかないのか。立派な装備も持ってるだけじゃ宝の持ち腐れだぜ。 あんたは。自己紹介は後だ。坊やはこの中か。坊や？ D ボーイのことか。誰だか知らねえが、こいつを破るのは容易なこっちゃなさそうだぜ。ラダムジュだって所詮は植物よ。植物なら枯らせばいいってことさ。草刈りみたいに簡単に言ってくれるぜ。エネルギーライン、スタンバイ OK。方針、スタンバイ OK。センサー、スタンバイ OK。あそこだ。ボケットしてねえで、ラダムジュ退治だ。了解。私も行くわ。私も。足でまといた。ほら、これでそこの二人を守ってやんな。坊やのことは俺たちプロに任せときな。こいつを退治したらいつものやつをお願いしますよ、軍曹。おう、酒はこれで最後だが、女なら。終わるまで酒取っといてくださいよ。分かってるぜ。死ぬなよ坊や。うわぁ、まだまだなんて。ウォリアー、どうしたブレード、スタミナ切れか。スピードも落ちてきたぞ。ならばそろそろとどめていくか。エビル様もお前の死を心待ちにしているだろうからな。あの構えは、最後はわしの得意技で葬ってやろう。お前が何度挑戦しても破れなかったこの技でな。ゴダードが技を仕掛けてくる前に。
だだ無駄だ。見えないな。どうしたどうした、ブレード。おい、よし、仰角60度。そうじゃない、もうちょい下。急げ、大家が死んじまったら元も子もねえぞ。急所を外したのはさすがだ。だがこれで貴様も撃て。今だ。私の高屋坊とは大違いだ。肉を切らせて骨を断つ。さすが視線をくぐり抜けてきただけのことはある。師匠ながら惚れ惚れしたぞ。強くなどなりたくなかった。できることなら変わりたくなどなかった。クリスタルを渡すわけにはいかんのだ。ゴダード、やがてを破ってすまんが、ボルテッカを使わせてもらう。何、エビル様のため死んでもらおう。あっ、貴様、うん、クリスタルは？そんな。落ち込んでる暇はねえぜ。坊やにはこれからやってもらわにゃならねえことがあるんだからな。あんたはバーナード軍曹。約束を覚えてるか？ああ、ゴダード。
テッカマンとして過酷な戦いを続けるDボーイ。仲間を救うため身の破滅と引き換えに決死のテックセットをする。次回、宇宙の騎士テッカマンブレード。蝕まれた肉体、仮面の下の涙を飲む。